はい、どうもワンダです。今日はですね、マンハッタン島の、新しい、観光地といいますか、もうすでにね、出来上がっているところもね、多々多いんですけれども、ハドソンヤードからハイライン、そして、ミートパッキングね、エリア、ミートパッキングディストリクトっていうんですけれども、そこのね、3つの都市再開発、そして、観光地をね、開設しようかなと、思っております。実はこの3つの観光地っていうのはそれぞれ別のプロジェクトで進められて、一つ一つね、個々にね、分かれてます。それがどういうようないきさつで、それがね、一つのね、結ばれたような形になっているかっていうことをね、歴史背景もね、少し辿った上でね、解説させていただければかなと、思っております。一つ一つね、そういった要するに経緯であったりとかね、今後の要するに予定も分かると、理解もね、深めて観光することもできるかなとね、思っております。ワンダーニューヨーク、ニューヨークをうろうろするみたいようなね、そういう意味合いのワンダー。様々な角度で、ニューヨークをね、ご紹介してます。歴史背景とかも含めて、知られざるであったりとかね。ニューヨークを知ると、なんとなく世界の動きだったりとか、流行もしかり、いろいろな物事のね、見方とか考え方、時代のね、流れもね、感じられるのではないかな、というふうにね、思ってます。というようなところで、ご興味ありましたら、登録の方、よろしくお願いいたします。それでは本日、早速行ってみましょう。というところで、まずね、ミートパッキング、ディストリクト。その名の通り、ミートパッキング。お肉を包むというようなところで、お肉のね、卸屋さん街がありましたよっていうね、ところのね、地区。もともとで言ったら、その地区、先住民のところかも含めて、川岸ですよね。交易をするような、場所でもあったっていうのがね、まず一つ、あります。そこから、工場、建設関係ですかね。石材だったりとか木材だったりとかね、塗装だったりとか、そういったようなね、ところの、工場地帯にも、なっていきつつ、そこに、乗り入れを、していく、資材だったりとかね、貨物を、運び込むためのね、鉄道が引かれていく、それが要するにハイラインの連携みたいようなことに、ね、なりますかね。そこの、セントラル鉄道、今ね、ペンステーションってあるんですけども、そこの、車庫のような、ね、状況になっているところ、それがハドソンヤードというようなところで、電車のスタート乗り入れ、支線ですよね。そこから要するに枝分けされて、工場に運ぶための、ハイライン、ミートパッキングのところまでっていうような、流れが、その今の、一つの、前景のね、地区になっている。でも、それぞれが三つプロジェクトで分かれていると。その元々で言ったら、ミートパッキングっていうのは、お肉の卸屋さん街だった、それなりに、栄えていた。しかしながら1900年、70年、80年代ぐらいになると、位置的なところであったりとか、鉄道から車に時代が変わっていったりとか、新しい時代背景とともに、そこが要するに錆びれていくっていうような状況になりましたというところで、まずはチェルシーマーケットのある、そのミートパッキングエリアが、錆びれ始めていくと。そこにはね、錆びれていくと、どうしてもドラッグディーラーだったりとかね、ちょっとビハインドな形にはなりますけれども、セックス、ドラッグ、同性愛みたいようなね、そこにはね、マフィアギャングみたいなものも含めて、一つの要するに、ちょっとこのアンダーグラウンドな街が、1970年、80年代ぐらい、僕がニューヨークに入ってきた、ばかりの1980年の、終わりなんですけれども、その頃やっぱり、ミートパッキングのね、あたりっていうのは、今言えばニューヨークらしい、ちょっとアンダーグラウンドなね、匂いのもうプンプンするようなね、地区でもありというようなね、ところでもありましたと。そこをどういうふうにしてね、改善していくかというところで、新しい要するに街づくり、1994年からそのジュリアーニ市長というのがね、市長になって、まず彼のね、掲げたあのプロジェクトとしては、綺麗な街づくりをするというところです。要するに錆びれたところをね、どんどん新しくね、改善していくと、都市再開発っていうことを設定させた上で、新しい街づくりをね、計画していくと。そこの中でね、一つ挙げられているところが、このミートパッキングエリアのあたりでしたっていうようなところで、どんどんね、その新しい街づくりが進行していくっていうのが、1990年の、中ぐらいから2000年ずっとね、続いているっていうのが、まず、この3つのプロジェクトのうちの一番初めにね、スタートした、プロジェクト、ミートパッキングエリアと
いうようなねことです。まあここはね急に大きく変わるというよりかは、まあ、徐々にまあ10年ぐらいかけて新しい街づくりにして、まあ今はもうほとんどまあブティークだったりとかね、まあホテルレストランだったりとかが、並び立っているっていうようなね街づくりにしていきましたよっていう、そのミートパッキングエリアと、あとはですねもう一つそのハイラインっていうのがミートパッキングのねあたりから、まあ、少しね、下に下がる双方のあたりまで、に抜けて、34丁目から、鉄道がね、通されて、それぞれ要するに貨物だったりとかをね、運び込むための、10アベニューのところにね、線路が引かれてたわけですね。ただまあ、道路の上を要するに、走ってるもんですから、まあ、事故も多くと。まあ、デスアベニューっていう風に、ね、呼ばれた時代もあったりとかして、そこに10アベニューの上に高架を通して全部要するに踏切がなくなるわけですよね。そして安全に、34丁目から貨物を、チェルシーマーケットのねところを抜けて双方の方までスプリングストリートの方まで、貨物を運ぶためのね高架を作りましたよ。まあそれも自然的にの時代とともに、不必要になっていきながら、基本的には1980年には全部ね廃線になって、そのままほったらかしになっていたっていうようなところです。まあその時代で言ったら、そのジュリアーニそのもの自身はそのハイラインの、高架のところは全て撤去するっていうようなねプロジェクトではあったんですけれども、そこで要するにね住人の非営利団体なんですけれども、住人が立ち上がって、この高架は残す歴史的なものも含めて残す必要性のあるものではないかというところで、コミュニティがね作られ、それを掲示するような形で次の市長マイケル・ブルームバーグ に支援を求めて、それが、まあ、ニューヨーク市の中で承諾されて、ハイラインという新しい要するに遊歩道にしていってペンステーションの方までね結んでしまおうじゃないかと。まあまあこれはパリでもねプロムナードっていうね一つのプロジェクトがねありまして、まあそこに準じたようなね、考え方でもあったので、試行錯誤もねありましたけれども、ハイラインに至るというような形になっていくというようなね、それがまあ今言った二つ分かれた、片や要するに、ジュリアーニ、片や要するにマイケル・ブルームバーグ、違うね市長の、設定のもとに、プロジェクトが進み始めていくっていうようなね形です。そして、ハドソンヤードのところはまあ今ねどんどん高層ビルが建ちと、まあベッセルがあって、まあエッジがあってと、新しい展望台ができと、そして、広々としたね敷地の中で、まあ最終的にはねニューヨークジェッツの、ホームグラウンドにもねなるというようなね、まあ、壮大な要するに計画のもとに、進んでいっている。まだまだね、ハドソンヤードのところは進行がね、どんどん、進んでいくという形にはなっているんですけれども、プロジェクトとしては2012年のオリンピックの候補地として9/11の後ですね立候補をねしたんですけれども、まあその時にどこを要するにどういうような会場としてっていうところで計画がなされたのがこのハドソンヤードの地区っていうことだったわけですね。まあそこにどういうような会場を作って、まあオリンピックにね立候補してるわけですから、都市計画が全てその時にされとっていうのがまず根本なわけですね、基礎です。そして、ハイラインミートパッキングのところがどんどんね開発が進むに従い、石川の要するにハドソン川沿いのところも改めてそのオリンピックの時の予定から延長させるような形でハドソンヤードの再開発がね改めてスタートしていくというようなところで、片やオリンピック、そして、ジュリアーニと、マイケル・ブルームバーグの、まあ、3つの、プロジェクトで、まあ、今一つになってね、大きくまた進行中っていうようなね流れですと。まあまあこれがね全体的なまあ一つの解説となりますということですね。ご視聴どうもありがとうございました。長々とねした感じでしたけれども、まあニューヨークのねまあ最新情報であったりとか、まあこのコロナ禍のところもね合わせます、まあ過去1年ずっとね映像も撮りながら、街の様子をねお届けしながら、まあ大統領選だったりとかね、まあワクチンのことだったりとかね、いろいろとね、ご紹介もしております。まあ過去のね動画でまあ200以上上げてますので、まあもしねご興味ありましたら、そちらの方も、URL ね一応下の方にね貼っておきますので、これからもね新しい、時代、新しいニューヨークがねどういう風にね動いていくかということも皆さんにねご紹介できたらかなともね思っております。というようなところでチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね次回お会いできるのを楽しみにしております。それではまた。